勝ったー、よかったー。多分勝因はあっちがメガネをしてて視界が悪く、僕はメガネをしてなくて視界が良かったことでしょう。そんなことより土井さん、あんたすげえ平田だったよ。最高の平田だったよ。皆さん大きな拍手お願いします。ナイス平田、ナイス平田。土井さん本当にありがとうございました。いつでも平田和樹名乗っていいんで。やら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 、またよろしくお願いします。ありがとうございました。よし、エクストリームとアイアンマン二冠王になったぞー。さあ行って、まあとりあえず今日はもう挑戦者はいないね。坂口さんとか来てない？大丈夫？OKOKOK。 よし、僕まだまだやりたいことあるって言いましたよね。二冠王になって、まあ二冠王になったんですけども、一旦このベルトは挑戦者が来なかったら一旦置いといて、僕はある選手に今日勝ったら気持ちを伝えようと思ってました。その気持ちを手紙にしてきました。ちょっと手紙ちょうだい。あ、いてえ。ちょっとお時間ください。あ、あ、あ、OK。 それではちょっと思いを伝えさせていただきます。背景、高橋ひろむ様。ということで、おい、新日本後楽園ホール大会にいる高橋ひろむさんに声を皆さんで届けてください。拡散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 感じられますね、はい、みんないるから落ち着きました。落ち着いて、落ち着きました。ちゃんと聞いて、あ、優しい目してる、ね、優しい目してる、いい目でしょ、ね、いい目だ。落ち着いた、落ち着きました。よかった、落ち着きました。びっくりしちゃった。いやー、 DDT の優しいね、 DDT のお客さん。高橋ひろむです。すごい、寺田選手、いろいろと俺に対してのメッセージありがとうございます。受け取りました、はい、今日平瀬さんが勝とうが負けようが俺はここに来るつもりでした。ここに来てあなたとシングルマッチをやりましょうというつもりでした。でもなんかわかんないけど手紙とかなんか用意していろいろって言っちゃうから俺が言えることなくなっちゃった。すいません、すいません、来ると思わないから。ベルトとかは置いといてシングルマッチいいじゃないですか。俺は平瀬さんやりたいですよ。俺は平田さんのこと、いえ平田和樹選手のことを DDT の中で一番大好きだから、あなたとシングルマッチがしたい。ぜひよろしくお願いします。
いやでもちょっといきなりそこ来られると僕も引いちゃうというか。なんでだよ。やっぱ心の準備ができてないんで、どうしようかな。でもいきなりこう来てわーっとスクールボーイもするし、10分ください。ちょっと10分考えさせて。ちょっと長いな。いやどうしようかな。でも10分でもあれだしな。でもいきなり来られたらちょっと引いちゃうというか、なんかもう怖いというか、いざ目の前に立たれるとちょっと参っちゃうしな。いやどうしようかな。ちょっと待って、10分はきついわやっぱり。俺この後後楽園ホールで試合だから。あ、後楽園ホール試合、そうだそうですよね。なるべく急いで。あ、分かりました。急いで返事して。あ、分かりました。やるやらないどっちなの。分かりました。俺はやりたい。俺は平田和樹選手とシングルマッチがやりたいです。よろしくお願いします。あ、分かりました。とりあえずよろしくお願いします。これは決定か。